おはようございます、えー、今日は豚でなくてゾウです。えー、となんかの,あのサッカーかなんかのキャラクターだったようでそれをちょっと今日は豚に見立てて、えー、豚が参道の中で詰まってしまった時にどうやって救助をするかそういう動画を撮ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい で、えー、っとね、これがスポ、すえー、っと、ラッピングシートが巻いてあった芯ですね。それで、これがちょうど、この大きさ、ここ。ここがえ9センチ、ナイスの9センチだったので、これが豚の参道とちょうど同じぐらいの 大きさ。こう手を入れて入るぐらい。私のこの腕が中までずずずずずっと入ります。ちょっと狭いかなって気はするんだけれど、でもまあ、自分だとこの肩あたりまで入れたんで、そこまではちょっとあれですけど、奥の方はこのぐらいの狭さです。で、ここにちょっと穴を開けました。 で、えっ、ー、と、豚さんがいなかったので、えー、今喋ってた、えゾ、ー、ウだ、ゾウゾウ。ゾウさんをここに仕込みます。参道に詰まった豚の代わり。で、これをね、入れるでしょう。で、ちょうど中で見えるところ、えっ、ー、と、参道の奥に後ろ足だけが、 出てくるここが骨盤だったりしてそこの手前に足が出てるだけどここが逆子で、えー、出てこられないその場合指3本使ってこう陰部から手を入れてでこの足2本の間に中指を入れてそれで ひざ、ね、関節、ここ膝関節、豚の膝関節のところまで手を入れます。まあ、ちょっと見やすいように、ちょっとこれをずらしますけど、そこまで手を入れて、ひざ関節のところを中指と人差し指、薬指でひざ関節を持つ。しっかりすると、ちょっと待ってね、分かりやすくすると、こうやって、 関節、関節ありますね。関節。関節のところを、ちょっとこれ本当に関節がないんで困るんだけど、こういう感じでつかみます。横から見るとこんな感じ。それで引っ張り出す。ちょっとやってみますね。狭いの中でやるから大変なんですけど、ちょっと狭すぎるな。もうちょっと広い方が良かったな。 指入れて引ずっすズッズッズッこれはもう力入れて引けるんならあと親の呼吸に合わせて親がきんでる時は、えー、この賛同狭いのでダメなんで親が息を抜いた瞬間にゆっくりずっと出してやる。でこの時に、えー、とへその緒が切れてると早く出してあげた方がいいんだけどそれは中でわからないんで。 まあ豚がこうやって引っ張ると動くんで動いてればまだ生きてるっていう証拠なんでなるべく早く出した。でそのまま持ったまんまこれはこう出す。片手でもいいな場合はここまで足が出てきてたら両手で引っ張ってもいいですね。で引きずり出した。これは逆子の場合は豚は。 あの、出しやすいんですよ。ここに指が入るんで。しかも、ここの関節に指がかかるんで、がっちりして、このままギュって引っ張れるんですけど、これが、えっ、ー、と、逆子じゃない場合。ぎゅごめんなさいね。逆子じゃない場合。ここに耳が。 耳がね、こういうふうにある状態。まあちょっと今分かりやすくしましたけど、そういう場合は、このぐらいの紐。長さ的にもこんながいいかな。ちょっとこれボロボロの紐でしたけど。太さ的にはね、指、指と合わせてこんな太さなんで、3ミリぐらいかな。で、これ少し、 粗めなロープ。あんまりツルツルなビニールとかじゃなくて、粗めなロープがいいと思います。それを、ここを輪にして半分に折ります。この長さ、多分、えー、っと、これで60センチ、120センチぐらいかな。それを、こういう状態に持って、こうでもいいんですけど、指を入れて、でこっから、 陰部から入れてやる。で、私の場合は、これを指のここにかけて、開いたまんま、こうやって、歌の耳のとこまで行きます。そしたら、ちょっとね、狭すぎるんだけど、こうやって、歌の耳ありますよね。耳のところに、指で、こう、うまいこと、 耳にかけてやるちょっと今狭すぎてできるやりづらいでこうやって耳の後ろに紐をかけるでこれをこっち側ね外出てるところで耳にかかったらちょっと耳をこういうふうにしてこっち側の紐を引くそうすると耳の後ろにガッチリかかるんですはい耳の後ろとこの後頭部ここ豚は 頭の後ろは結構丸くて引っかかりやすいんで。そしたら、このロープが、こういう風にすると、こけちゃうんで、こけないようにちょっとここを持ってて、で、こちらの紐を引きます。そうすると、豚がで、で、その時にこけないように、ここを耳を、この中で、持ちながら、この、 まあいいか。出していくか。とりあえず出しますね。で、左側の紐。こっちの手は押さえたまま。で、このまま左の紐を引きます。で、右の手は頭を押さえたまま、頭を、この耳の後ろに指をかけたまま、引く。ここでず、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 ずっと。もうこれはね、うん。 頭さえその骨盤のところから出てくればあとは楽広いんででこれをギューッと引きながら出すそうするとこう出てくるねでこの時にここ耳にかかってますよねロープの時にこのこっちの親指はここで2本押さえながら親指はこの口の横あたり口の横あたりを押さえる 牙に触っちゃうと指のこのヘラを切ったりするんで。そして反対側の手では鼻の下、こうやってかける。まあ口の中に入れるようなもんだけど、牙はこの辺にあるんで。で、このまんま出してやる。はい。で、この紐だけをあんまり強く引いちゃうと、この首の後ろ、ここね、ここにあんまり深く入っちゃうと、 ここに食い込んじゃうんですよ。ここに食い込んじゃうと、ここは切れちゃうんで、なるべく、これは、紐はまあ、きっかけとして、こうやって耳を押さえて、耳を押さえて、で、顎を持ち、鼻を持ち、しながら、ここでズルズルとくる。この逆子の場合は、この前足を持っても、 全然あの掴むところがないんですよ関節がこうやって伸びちゃってるんでこういう風にこれだけ持って引っ張ってくるっていうのはかなり難しいんでロープでこの一番大きな首頭頭さえ引きついとこから出ちゃえばあとは引きやすいんでそんな感じかなまああのもうこの小豚が明らかに死んでるってうのが分かればもうガンガン引いちゃってもいいんですけど 親を助けるためにね、うん、だからこういうロープ買って束で買っとけば1回 1m ーーから 1m20 ーー切って、えー、で消毒して入れてやって引き出すそして親を助けるっていうまあ小豚も助かるんですけどはい今回像ですけど、はい、まあ、こうやってねー早めに引き出せれば分娩時間短くなるし あまりこう親が行き場ってて、えー、いつまでもこう小豚が生まれないとへその緒が切れちゃうともう呼吸ができなくなっちゃうんで中であの窒息死しちゃいますだからなるべく早めへその緒が切れないうちに、えー、引っ張り出してあげるのが大事かと思います、はい、まあこれね、まあ、最初これがいいなと思って考えたんだけど 入るか感じはちょうど同じなんですよ。こんな感じ。ただ、まあ、奥だけを再現するんで、まあ、この、こんな感じかな。奥はこんな感じ。だここ、えっ、ー、と、参道はかなり広いんで、ここをもう少し、本当は広く作れば、もっとリアルなのができたんだけど、実際の、その、小豚を捕まえる広さはこんなもんです。こんな感じ。だから、指が、 手がこのぐららいい小さくならないとこういう手だ,手だと掴められないいこういう細い手をして入れるでこの時にまあ今爪伸びてますけどあまりあのこう壁面に爪を立てちゃったりすると中傷ついちゃったりするんで、えー、なるべく小さく細く先っちょはねでえー、とよくブロサポ とかってこうぬるぬるの人工用水みたいなのがあるんだけど、えー、それはぬるぬるしすぎてかえって豚をつかみづらくなっちゃうんでうちなんかはあのパコマを濃いめにパコマみたいな、えー、逆性石鹸かをちょっと濃いめに溶いてそれでちょっとぬるつきを残したまんま手あとこういうのを消毒してでこう入れてあげます。 んー、なんだな,んなん。あとは、えっと、あ、パクまでなくてもあれでいいや。えっ、ー、と、あれです。イソジン。イソジンを、あの、こう、専用の手袋があります。直剣手袋。直剣手袋で、これをやる。まあ、あ素手だとね、やっぱり痛めちゃうんで、中を。 自分は直径手袋でこれを使ってやってましたね。はい。だからこう、こういう輪にして、輪にして先っちょをちょっとこう開いた感じにしながら中に入れる。入れたらこれを開いて、なんとか豚の耳にかける。かけたら耳と紐を持ちながら、顔をもう一緒にね、持ちながらこのまま こう引いてくるこの引いてくる時も呼吸を豚の呼吸を見ながら引いてくる、はい、そんな感じですはいえっ、ー、と豚屋さん専門動画ですけど、えー、豚が参道で、えー、止まっちゃった時親豚を助けたい時子豚を助けたい時そんな時の、えー、やり方として覚えておくといいかと思います よろしくお願いします。バイバーイ。